ジャンピエール・ボワイエは、ハイチの軍人、ハイチ共和国大統領。ボワイエは、プロバンス人の父と、ギニア出身の母の子で自由な村トとして、ポルトー・プランスで生まれ、父の影響で、フランスの士官学校で教育を受けた。その後、フランス共和国軍に加わり、短期間で、大体士官に昇格した。ついで彼は、フランスの代表部に加わり、白人と、 王党派に対する戦いに加わるためにサンドマに戻った。この直後にサンドマはイギリス軍の侵攻を受けた。そしてジャクメルでアンドレリゴー将軍が率いる部隊に参加した。リゴーラ全ムラート軍は南部でトゥーサン・ルベルチュールに対し戦い破れ、ボワイエは新たな友人、リゴーラとフランスへ逃れた。途中ボワイエは生涯に一度だけ米国に立ち寄ったが、いつもその時のことを ありありと思い浮かべた。米国滞在時に、クエーカーとその事前的な生き方に触れ、深く感銘を受けた。米仏の危機が去るとボワイエはフランスへ渡り、1801年までパリで過ごした。この間に、フランスがムラートの権利を奪い、3度まで奴隷制を再開するつもりであったことは多いようも、なかった。ボワイエらは1802年にルクレールと帰還した。 ボワイエは座して見守ってはいなかった。アレクサンドル・ペションらに加わり、ムラートと黒人の連合が、フランスの支配を終わらせた。ハイチは1804年に独立し、ジャンジャック・デ・サリーヌが皇帝となるが1806年に倒され、アンリ・クリストフの支配する北部のハイチ王国とペションの支配する南部のハイチ共和国とに分かれた。 クリストフが自殺すると、ペションの後継者となっていたボワイエは、ハイチ王国を併合した。1821年に、サントドミンゴがスペインから独立すると侵攻して1822年2月に、これも併合した。ボワイエは1843年に、エリート主配層の支持を失って追放されるまで、イスパニョーラ島全島を支配した。ボワイエは、 フランスの脅威を国際的に取り除くことを願って交渉を始めた。14隻のフランスの軍艦がポルト・オプランス沖に停泊する中で1825年7月11日に合意が結ばれボワイエは賠償に署名した。そこで5年以内に1億5000万フランを支払う見返りとしてフランスがハイチを独立国と認めると宣言した。この金額は ボアイエの交渉の末1838年に9000万フランに減額されたものの、ハイチ経済に壊滅的な打撃となり、残酷にもボアイエは賠償の最初の分を支払うための、フランスからの3000万フランの借り入れの交渉を強いられた。ハイチの人々は自給的農業に移行していたが、このためにボアイエは、反封建的小作農業を強制することになった。 ハイチの人々はこの状況に気分を損ね、彼らをなだめるためにボワイエは最初の革命時に試みられて放棄された土地分配計画を復活させた。大きなプランテーションは再分され土地が分配されて地方の住民には彼らの生じ作農地に応じた生産割り当てが与えられた。ボワイエ政権は1843年まで持ちこたえたがひどい経済状況が 地震によって、さらに悪化し、恵まれない地方の住民が1月末に、シャルルリビーコールエラールの下に放棄した。2月13日ボワイエはハイチからジャマイカに逃れ、フランスに亡命し、パリで亡くなった。ボワイエの子孫は、今日も困窮したハイチで生活している。ありがとうございます。